でさらに一眼カメラに取り付けているレンズですが、いろいろなレンズをこれまで試してきたんですけど、現状はこの3つのレンズを使い分けています。すべてオリンパスの F1.8 で、それぞれ 25mm、17mm、あと 45mm を使い分けると、まあ、それによって何が変わるかというと、映像上に収まる人物の大きさ、数字が小さくなれば広い絵が撮れるので、それぞれ目的に応じて使い分けると。私も一時かなりのレンズ沼と呼ばれるものにハマったんですけど、この3つに3つで行こうと決めたことで沼から脱することができました。でもちろんレンズは増えれば増えるほどコストがかかるので、コストを抑えて画質をより良くするために単焦点のレンズを使用しています。オリンパスのこのレンズなぜ使ってるのか、なぜこれに決めたのかっていうところを補足しとくと、結構明るいレンズであるっていう評判が多いこのシリーズですけど、確かに明るく映像を撮れるし、かつ、背景のボケ味も非常に良い質感なので、結構私はおすすめするレンズですね。